じゃん。こんにちは、平川さん。またまた電撃トレードのニュースが入ってまいりました。まあ、金銭でね。はい、今回は本当に電撃、突然のニュースでした ね、はい、巨人住谷が、まあ、楽天に行くというね。はい、で楽天にはやっぱこう住谷の経験が必要だということ。はい、小林と住谷ってどっち出されるかっていう風な俺は感じだったと思うんだよ。そういった話題も何度かあるよね。ありましたよ ね、 あったよね。はい、だけどやっぱり住谷が出たっていうのはさ、はい、やっぱこう優勝の経験、はい、それとやっぱパ・リーグを知ってるということ、まあ、巨人の前に西武にいたっていうことがあるよ ね、 ね。で小林は山口が帰ってきて、で菅野を再生しなきゃいけない、まあ、そういうところでやっぱかぶれるピッチャーができたよね。はい、だから俺住谷になったと思うんだけど、でもそれだけではなくて、はい、ここは書いてあるけど、はい、涌井、岸、浅村、こういうメンバーと西武自体一緒にやってんだよね。はい、でリトル西武じゃねえかっていうふうに言われるかもわかんないけども、まあ、何より大きいのは、はい、石井監督ともやっぱり一緒にやってるということだよ。で石井監督はやっぱ住谷の気性だとかそういうものも知ってるし、はい、住谷も石井監督のやっぱ性格だとかそういうことを知ってってると思うんだよね。はい、だからこう住谷が欲しいということで、まあ、巨人にお願いしたんだと思うよ。ね、巨人も思い切ったこう、ね、金銭トレードっていうことはやったけども、はい、これはよくある話はね、話の中で、はい、やっぱ貸しを作る。うん、なるほど。うん、また何かがあった時にお願いしやすい環境ということですか。まあ、例えばよ、はい、巨人が優勝、まあ、優勝争いしてるんだけど、はい、これがやっぱりピッチャー1枚足りないと、はい、ちょっとこの恩があるだろうと、はい、いうことで1枚貸してくれとか。なるほど。うん、そういうこともできるんだよね。うん、だからそういう意味ではそのいい巨人にとってもいいトレードになる可能性がある。うん、まあ、楽天にとってはもう万々歳の住谷の金銭トレードだよね。はい、今回にその金銭トレードではなくて、うん、住谷選手を出すから誰かピッチャーをくれみたいな話はなかったんでしょうかね。いや、今ね楽天も苦しいんだよ。だからちょっと待ってくださいと。それは勘弁してくれる。だからまあ例えば、はい、そのオリンピック明けに金銭トレードっていうのが楽天の方からあるかもわからない、うん、巨人の方に。なるほど。うん、だからそこまでちょっと待ってくださいっていう言ってる可能性もあるんだよね。はい、それとやっぱ楽天の星の成績を見るとさ、はい、この太田っていうのが主戦で被ってるんだけど、はい、67試合被ってて打率が197、はい、で下妻18試合被ってて、はい、打率174、はい、でまあ田中というのはさバッティングがいいんだよね。うん、357打ってんだけどさ、はい、でもキャッチャーとしてじゃあ使えるかというとやっぱバッティングの方なんだよね、うん、このキャッチャーはそのバランスですね。そうで足立、はい、9試合打率063でこの1割台の打率、いや太田を育てようと思ってたよ。だけどなかなか、まあ、キャッチャーとしては多少育ってきたかもわからないけども、うん、やっぱ打ってくれないと困る。うん、じゃあ打てないんだったら住谷もそんなに打てないんだけど、やっぱ住谷の経験が欲しいということでやっぱトレードになったんだよね。だからまあ石井監督、まあ、よく動く監督だけどさ、はい、そういうことではよく住谷っていうのをやっぱ持ってこれる。なんかどのぐらいのお金で動いたかわからないけど、はい、よくこう持ってきたなと思って。で住谷も監督と話したらしい、原監督と、はい、おそらく住谷が拒否したら多分これは成立しなかったと思う。だけどよく話をして、まあ、例えば大城っていうのはもう絶対出せない、巨人にとってはね、はい、で小林どうなのかっていうとさ、やっぱり山口が戻ってきた、ちょっとタイミング的に、菅野の相方だっていうことを考えると、はい、やっぱ住谷の出番っていうのはやっぱ少なくなってきてるんだよね。でそうなってくると原監督と話した時に、はい、いや出たいですというふうに、いやそういうチャンスをいただけるんだったらっていうねことで、まあ球団の編成とも話したみたいなんだけど、まあ快く出ると。だけど、まあ、巨人が28人、はい、FA で獲得してるんだってね選手、はい、その FA をで取った選手をトレードに出すっていうのがやっぱ住谷が初めてらしいんだよね、歴史上。まあFA で取るロッサーに漏れてる、まあロッサーじゃないな、プロテクトで漏れてる選手たちは取っていかれたケースっていうのはあるんだけど、それがトレードじゃなくて、
こういうトレードっていうのは住谷がもう初めてだというケースになるよね。はい、まあ、だけど楽天にとってはやっぱりいいピッチャーがいるじゃない。たくさんね、いらっしゃるんですね、今ね。だから、まあ、例えばマー君でもいいピッチングするんだけど勝てないんだ、うん、さらにいいピッチングになるのが、うん、で涌井、あ、住谷と組めるんだとか、岸、あ、住谷がマスクなんだって、やっぱ安心感あるよ。やっぱそこは慣れた関係っていうのは大きいですよね。大きい大きい。それと、まあ、太田を育てようと思って一生懸命だったんだけどさ、やっぱ住谷と比べるとやっぱ一つも二つも落ちるもんね。そういった意味でも、うん、こう住谷選手のようなキャッチャーが入ってくることで周りが育つということもありますよね。そうそうそう、その相乗効果もあるのよ、はい、住谷を見て、だって誰を見て育つの、うん、そうですよね、うん、という意味では、まあ、キャッチャーのお手本となる、そうそう、あの手薄なんだよね、うん、だからベテランのもう経験豊富な住谷が来るっていうことは、この4人もう本当に伸びていく可能性がある、うん、だから非常に住谷はいい環境に自分を置くことがこれからできると思う、うん、まあ巨人と楽天が優勝争いをして、うん、日本シリーズに出るようなことがあったら今日面白いね。ね、なんか手の内分かっている人が言っているみたいな。そうそう、だから巨人の方は全部サイン変えなきゃいけない。そうですね、住谷全部知ってるから。そうですよね、うん、ピッチャーの特徴も全部知ってるし、はい、うん、でも性格のいい住谷だからすぐチームに溶け込んでね、うん、あの活躍すると思うけど、はい、まあまあ、うん、早くユニフォーム姿を楽しみにしたいと思う。そうですね、うん、まあ、今回のようなケースだと、まあ、住谷選手も心よく行けたっていうのはやっぱりこの西武時代の歴史があるっていうのはやっぱ大きいですかね。いやいや、あるし、やっぱパ・リーグの野球にも慣れてて、はい、やっぱ被った時にも違和感ないと思うんだよ、うん、まあ選手は変わってるよ、はい、でもまあ移動先だとかさ、いろんなところもやっぱよく分かってるし、うん、なんつっても涌井、岸、浅村、石井監督がいるっていうことはさ、これは何よりも心強いよね。そうですよね。だからもう活躍すると思うよ。だからこのタイミングですごくなんかこう話題になる大きなトレードでしたよ ね、 そうだね、まあ、楽天の方はちょっと焦ってたね。うん、でピッチャーがいいって言われながら、ね、なかなかちょっと結果が、うん、思うような結果が出てないというね。うん、で早川っていうルーキーがいるでしょ、はい、ルーキー受けさせたらうまいから、うん、だからそういうバッテリーもやっぱこうこれからちょっと楽しみにしたいなっていうふうに思いますよ。これは、楽天側からしたらキャッチャーを探していたっていうところで、なんか何人か候補がいたっていうところなんですかね、それとももう一本釣りのような感じで。いや、一本釣りだと思うよ。ただ小林も考えたと思うんだけど、うん、あ、なるほど、うん、でも住谷の方がやっぱりよく知ってるし、パ・リーグにいたっていうのもあるし、うん、そうそう。で巨人の方は岸田っていうねキャッチャーがいるんだけど、はい、岸田っていうのはバッティングがまたいいんだよ。住谷じゃなくても岸田を上げて、小林と住谷っていうのは代打で使えなかったからさ、あ、だから代打の1枚が巨人のベンチに入れるということになるから、うん、うん、だからこれは本当に両者にとっていいトレードとだというふうに思うよ。うん、で貸しを作ってるからね、今回で、うん、だからちょっと危なくなったら、はい、ちょっと楽天で少し力のある余ってるピッチャーをちょっと貸してくれとちょっとこっちに起こせというようなことも言えるよね。はい、うん、だから、はい、いいトレードです。まあこれはでもみんな驚きましたよね。驚いたね、びっくりしたね。 いや小林小林と思ってたんだけどさまさかここ行くとは思わなかった、はい、でもよくよく考えると納得、うん、納得するね、うん、やっぱり石井監督がいいところを目つけてたよね。うん、まあ活躍を期待したいと思います。はい。